burn desire. Yeah, get a fall for that thing. Then shake and let's swing. Come on, go, let me rock the world. どうだい、予想。昨夜と同じです。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるのだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う、実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。秋彦か、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから、一応知らせておく。それ、奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。秋彦、大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、やつらなのか。はい、ただ普通のやつだ。この世で冗談でしょ。理事長は作戦室へ。竹葉、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは。ここで何としても食い止める。秋彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け竹葉。わかりました。説明してる暇ないの。今すぐここから出るから。とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。よし、ここまで来れば。竹葉、聞こえるか。気をつけろ。敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか。ひとまず退却。何今の。なんか来る。上よ、まずは大丈夫かな。嘘、外を登ってきたの。いた、屋上だ。なんだあの巨大なシャドウは。ミズル、行くぞ。待て。あれがここを襲ってきた敵、シャドウよ。戦わなきゃ。召喚、私だってできるんだから。行くよ。
何時はもう再びお目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき、表に出てくる人格。さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時まで、ごきげんよう。
気がついた。気分はどう？よかった。やっと起きたよ。あ、ここは辰巳記念病院って言って、駅前からちょっと行ったとこよ。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね、あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば父さんのこと何か分かるかもって思って、学園に入ったのもこの前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。本当？でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。じゃあね。来たか。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない。君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。ああ、そうそう。前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は一日は24時間じゃない。なんて言ったら君は信じるかい？まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日、君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは影時間。
一日と一日の狭間にある隠された時間だ。影時間は毎晩必ず深夜0時にやってくるんだ。今夜も。そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか。秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部、表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は霧城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。残念だが影時間に警察は機能しないな。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。よかった、あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いや感謝するよ本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然伸び伸びになってたけど、これは怪我の巧妙だね。偶然伸び伸びってあれは調子いいというか。やあ、元気かい？前にも会ったはずだよ。もうすぐ終わりが来る。なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。すべての終わりだよ。って言っても、実は僕もはっきりとはわかんないんだけどね。それより、とうとう力を手に入れたみたいだね。それも、ちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど、何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君のあり方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる。たとえ君が僕を忘れててもね。じゃ、また会おう。
かと思った。ちょっといいか、今日帰ったらラウンジに集合してくれ。全員に伝えることがある。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。私たちと違って忙しいんでしょ、生徒会とかそういうのでさ。あ、あれ、ユカリッチってキリジョー先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。おかえり。待ってたぞ、紹介しとこう。え？おい、まだか。ちょっと待って、重っ。どうもっす。純平？なんであんたがここに？2年F組の伊織純平だ。今日からここに住む。今日から住むって嘘、何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、彼にも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで、はっ、つかしい。でもまあなんつうか、最初のうちは仕方ないんだってさ。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たち、そういうの知ってた？また強がっちゃって。ま、これペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直言うと驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。でも知ってる顔がいてよかったよ。一人じゃ不安だったしな。ま、お前らも俺っちが仲間になって本当のとこ嬉しいだろ。え、まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。よし、大体戦力も整ってきたな。これで始められそうだ。よし、全員来たようだね。ちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは長い間キリジョー君と真田君の2人だけだった。けど最近トントン拍子に仲間が増えて、今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。タル？なんすかそれ。タルタロスよ。てか純平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは言ってみればシャドウの巣だからな。おお、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが探索は無理だ。わかってるさ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残るよ。どうせほらペルソナ出せないしさ。は？ここ？どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら0時になるぞ。これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければ
また元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校んとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか。あ、きっといろいろあるんでしょう、事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミスルにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものかな。秋彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。おお、中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。え、新人だけでですか。深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないっしょ。あのね、彼はもう実戦経験者なの。え、マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ。順平、それに竹葉もだが、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんっす、バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー。頼もしいな。どうしたの？お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですが、今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか、残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますが、次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。では再び見える時までごきげんよう。どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。は？扉？わけわかんねえな。夢でも見てた？なんかぼーっとしてたよ。つかリーダーなんだからさ、寝ないっしょ普通。ついてくからさ、とにかく行こう。